のローマに皆様をご案内いたします。21歳以下の若い柔道選手、38カ国から220人の選手が集まりました。この世界柔道ジュニア選手権大会、パラッソデロスポーツと申しまして、これはローマオリンピックのために建てられたものです。中に入りますと円形で日本の武道館を思わせるような建物です。お話はこの日本チームのヘッドコーチを務められました上村春樹さんです。上村さん、よろしくお願いします。なんか中に入ると武道館のような、若干武道館をですね、大きくしたような体育館でしたですね。日本選手7人参加してるんですが、やはりソウルのオリンピック、あるいはその後のオリンピックに出てもらいたいような人たちですね。そうですね、次期の世界チャンピオンを狙う連中ですからね。世界各国から来てる選手もやはり同じことが言えるわけですね。そうですね、だからこのメンバーをですね、ある程度見ておきますと、あと4年後のですね、世界選手権とかそういうのが占えますね。まず4月11日、最初の78キロ級です。このクラスには日本からは筑波大の岡田博隆三段が出ています。2回戦はイギリスのウォーリスと対戦します。長身のウォーリス、岡田選手は左で襟を取って十分なんですね。そうですね、左組みで大外大内をかけていく選手ですね。ゼッケン428番が日本の岡田です。長身のウォーリス、どうでしょうか、いいとこ取りましたか。これからですね、大内刈り大外刈りって狙っていくんですよね。どうやら大外に行きます。大外に行って巻き込みます。これは1本取れますか。1本ですね、1本ですね、大外に入って残されたところを払い腰ですね。一つもう一度振り返ってみたいと思います。ここは上村さん、1本ですね。まず2回戦勝ちました日本の岡田ですが、その模様をちょっと説明していただきたいんですが、襟の取り方、から一つ、一番ですね、岡田の一番得意なところですからね。これから普通だったら大内側に行くんですけど、ね、腰を突っ張られるもんですから、大外に行ったんですね。ちょっと向こうはすくい投げ来てますね。すくい投げ来たのをですね、大外側に行ってよく残してますよね。これで残されたところ、これを大外側で本当は狙って、相手が頑張ったところをもう一度払い腰に変化するんですね。そうすると払い巻き込みになってますね。そうですね、払い巻き込み気味ですね。見事に巻き込んでいます。もう完全に背中から落ちてますね、もうよく回転してますね。ズドンという感じです。右側に映っておりますのは2面のコートを使っています。こちらが左側の方が日本の岡田が出ています。3回戦に韓国のビーフォームーを破りまして、準決勝はベルギーのラーツと対戦です。この時も岡田は攻めてるんですよ ね。もう一方的にですね、攻めて大内刈りでポイントを取りながらですね、なかなか決め手に帰ったんですけどね。すでに大内でもって有効を取っています。技ありを取っています日本の岡田、ここはやっぱり攻めまくりたいところですね。そうですね、できたら力的にはですね、1本取れる相手ですからね。しかし向こうのラーツも粘っこいですね。外人の場合ですね、パワーがありますからね、油断はできないんですよね。力的には日本選手のですね、2階級上ぐらいの力を持っているんですね。出ているタイムは残りタイムです。ラーツは19歳、13歳の時からこの柔道を始めています。内股と背負いを得意にしています。今なんかもやっぱり岡田の方が攻撃に出てますね。有効ですね。有効ですね。技に変更しましたね。そうですか。岡田は寝技はどうなんですか。寝技もやるんですけどね、外人の場合この寝技でですね、少しでも静止するともう待てなんですね。だからなかなか取れないんですね。筑波大の2年生の岡田です。この準決勝もかなり攻め込んでいます。決勝進出へ一歩一歩近づいている感じです。技あり一つ取ってますね。技ありですね。電光掲示板です。一番上が技ありです。岡田の方にランプがついています。しかしベルギーの選手はなかなか頑張ってますよ ね。ここにはバンドワールっていうですね、シニアのオリンピックチャンピオンがいるんですけどね、95キロ以下の、それでかなり柔道も盛んになってきてますしですね、いい選手も出てきてます。今の足技なんか見てもね、なかなかちょっと谷落としのようにいってます。ベルギーのラーツ、
この人はなかなかあの返し技もうまいんですよね。返し技うまいですね。岡田は寝技はあまり得意じゃないようですね。やることはやるんですけどね、やっぱり外人の場合力強いもんですからね、このうつ伏せになったらもうなかなか取れないですね。そうですか。今あれから関節を狙おうとしたんですけどね、なかなか取れないです。やめの声がかかっています。やっぱりあの十分な襟と取り手を取って攻めたいところですね。そうですね。日本選手の場合ですね、まあ、組んでからあのやる柔道ですからね、まあ、早く組んだ方がいいですね。まだあの引き手が十分に取れていませんね。なかなか相手もですね、まあ、引き手持たせますと投げられるものですから持たさないですね。右の引き手です。赤い帯が日本の岡田です。技ありを取ってますので、まあ、このままいけば当然優勢勝ちで岡田は決勝進出になります。しかし今年 の、 あのジュニア選手権を見ますと本当にこうレベルがずっと上がってきてですね、どこの国が強いとかなんか言えなくなってきましたね。そうですね、まあ、前回までですね、まあ、銅メダルまでの獲得数が9カ国だったんですね。今回は15カ国に増えてますからね、かなり柔道そのものが広がってますね。残り時間があと1分だいぶ、まあ、このまま岡田がどう攻めてくれるかといった感じです。まあ、同じ勝ちなら1本で勝ちたいという気持ちもあるでしょうね。そうですね、まあ、力的に違いますからぜひ1本取りたいというところなんですけどね。まあ、岡田そのものはですね、まあ、国際大会も経験してるし、かなりその優勝とかそういうのもやってますからね。これいいところ取ります。左からの大外があります岡田です。内股行く、おっと返された、大内返しですね。主審の手が上がっています。一本です、大内返しです。日本の岡田残念ながら決勝進出はできません。ベルギーのラーツが決勝進出です。今ラーツはですね、まあ、引き手を持たせてですね、勝負に出たんですよね。岡田が大内がかけてくるところを返してやろうということでですね、まあ、勝負に出たところをうまく岡田が引っかかってしまった感じですね。あ、そうですか。その隙をうまくついたわけですね。これがあるからまあ怖いんですよね。まあ、特に国際大会なんかの場合はもう体力がものすごくありますからね、あんな引っかかってしまうと返されてしまうんですね。そうですか。いかにも残念そうな岡田ですが、3位決定戦に進出です。北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国のコ・ジョンソクです。今のような方がありますから、やはり注意しなくちゃいけませんね。うかつには技出せませんね。今度は右の引き手、いいところ取ってます。これは大外行きたいところですね。大外行きます。小内狩りですね。小内ですね。まあ、これも得意の攻め方なんですね。このまま寝技行くわけですか。寝技、関節を狙うんですけどね。まあ、岡田の場合はですね、ものすごくバランスがいいんですね。バランスがいいから今見た小内引っ掛けて、それから倒すことができるんですね。大外行くと見せて小内行きましたもんね。ちょっとお互いにですね、変形になりすぎてるから押すとかで引かないんですね。428番、右側の方が日本の岡田です。背中が見えます、岡田です。もう一本押さっていきます。おっと、一本大外で巻き込んだんでしょうか。相手が押すとかけてたのをですね、押すと返しですね。ああ、そうですか。相手も来たところをそれを返したわけです ね。不十分な体勢でかけてくるからですね、まあ、返しやすい体勢であることはあるんですけどね。北朝鮮のコ・ジョンソクを破りました。日本の岡田、これで銅メダルです。3位が決定しています。なおこのクラスの優勝はベルギーのラーツ、日本の岡田を破りましたラーツが優勝しています。さて86キロ級、日本は天理大2年生の奥林弘樹が出場しています。2回戦でチェコスロバキアのカルゲルと対戦します。いいとこ食いました。右で前の襟を取っています。日本の奥林、相手はチェコスロバキアのカルゲルです。右足振り込みます、払い腰、一本ですね。一本です。今の前ですね、相手がですね、まあ、ちょうど内股と払い腰が得意なんですよね。はい、内股行く格好して払い腰ですからね。一つご説明ください。このうまい具合に相手の右足にかかってるでしょ。でこれから引き手が効きますから完全に一本ですね。
カルゲルの足が本当になんか宙に浮いた感じです ね。あの相手が出鼻をうまく払ってますからね。そうですか。奥林これで3回戦に進出です。フランスのギーモンを背負いで下しまして準決勝に進出しましたが、ソビエトのユダルフの力に負けております。そして3位決定戦、地元のイタリアのパドアノと対戦しています。今のはですね、まあ、あの引っ込み返しみたいな方で入ろうとしたんですが失敗したんですね。取られましたね。今あの抑え込みに入ってるんです。でこの抑え込みでですね、まあ、場外出てしまうと、2人とも出てしまうともうそれで待てなんですね。518番上になっている方がイタリアのパドアノです。今場外出てしまったということで、待てですね。ちょっとした隙を取られましたね。だから今10秒以上抑えられましたから効果ですね。効果ですね。主審の右手上がっていました。効果です。これは奥林としてはなんかちょっと不十分な格好になってますね。あの相手もですね、もう逃げにかかってますからね。外人の場合もポイント取ったらものすごくうまいです、逃げるのが。それをですね、攻めるためにはやっぱり一発の技ではダメなんですね、はい、やっぱり連絡技でどんどん攻めていかないとですね。下になっている。あ、本当に外人選手というのはその力がありますからね。もう力だけはですね、まあ、持たせないですからね。効果を取ってあと残り時間が50秒台になってきました。イタリアのパドアノです。銅メダルを争っています。まあ、イタリアですね、もうこの選手にかけてたんですね。この選手が、まあ、銅を取ることによって、まあ、唯一のメダルということなんですからね。あ、そうですか。奥林の方は右の襟なんですが、奥襟、ちょっと崩しがないんですね。やっぱどうしても単発になってしまいますから、まあ、選手としてはですね、よく、今のはうまいんですけどね、有効ですね。まあ、取り消しになりましたですね。まあ、不十分と一つはまあ寝技からの攻撃だと見なされたんですよね。これ締めは無理ですかね。もうこの、あの締めにはですね、外人最近強くなりましたですね。残り時間がもう20秒来ましたね。銅メダルを争っています。イタリアのパドアノ、地元の声援大変なもんです。518番がイタリアのパドアノです。日本の奥林ピンチです。ご覧の通り効果1、イタリアのパドアノが取っています。これでも笛ですね。これでですね、もう判定ですから、これも仕方ありませんね。効果を捉えています。残念ながら入賞できません。イタリアのパドアノの右手が上がります。両手を上げています。ああ、地元だけに嬉しそうですね。もう唯一 のメダルですから、もう本当に喜んでましたですね。そしてこの86キロ級の決勝を見ていただきます。決勝に進出したのは韓国のキム・スンキューとソビエトのユダノフの対戦です。534番が韓国のキムです。537番がソビエトのユダノフ。これを見ても分かるんですが、韓国の選手はね、本当に力の入った技を見せますよね。もうこの選手はですね、もともと寝技の選手なんですね。太平洋選手権で優勝したりして、まあ、かなり力を持った選手です。背中がソビエトのユダノフです。この韓国とソビエトの柔道ですね、この辺ちょっと上野さん紹介していただけますか。韓国の場合ですね、やっぱりかなり体力トレーニング積んでます。まあ、日本の場合とですね、まあ、ちょうど反対ぐらいのウエイトトレーニングやってるんですね。日本の場合は練習を2、トレーニングを1としたらですね、そのちょうど反対ぐらいのトレーニングの方法をやってます。でソ連の場合はですね、どちらかというと、はい、まあ、グルジュア的な柔道が多かったんですけどね、はい、今回は比較的少なかったですね。あれからですね、帯を持ったりですね、めちゃくちゃまあ、背中を持ってきたりするんですけど、比較的オーソドックスなタイプが多かったですね。
まあ、韓国の選手はですね、まあ、逆に力勝ちしてるんですね。そうだとソ連の選手っていうのはもうあの日本の選手と比べたらですね、2階級も3階級もですね、上の力を持ってるんですよね。いわゆる上半身の力ってのすごいですもんね。大外から巻き込もうとするユダノフですが、ちょっと力が足りません。ご覧の通り、お互いに注意を取られてるんですね。534番、韓国のキムです。両手を上げています。しかし今本当に韓国のキムは力負けしてませんでしたね。この選手はですね、特に力が強いんですね。やっぱ寝技の主体の選手ですからね、やっぱ体力ありますよね。柔道着を直します。そして韓国の方に手が上がります。韓国キム・スンキュー、この大会韓国初優勝です。86キロ級です。確かにソウルのオリンピックへ向けて韓国のこの強化ってのは進んでますね。もうあのものすごい勢いで進んでますね。まあ、特に柔道大学でですね、まあ、一生懸命やってますから。今度は95キロ超級です。日本からは今野純が出場しています。東京の日大一高から日大に進んで現在日大の2年生です。斉藤2世と言われます今野、2回戦はフランスのパベーゼ、3回戦はユーゴスラビアのブキチビッチ、そして準決勝東ドイツのミューラーを破っております。決勝進出です。対戦相手はポーランドのクバッキ、711番のゼッケンです。右側の長身、この上背の高さで15センチ違いますもんね。そうですね、まあ、そのくらいはですね、まあ、ありますですね。まあ、特に190コス選手というのは外人ザラにいますからね。去年のフランス国際ジュニアの1位になっているポーランドのクバッキです。まあ、今度もですね、あれからオーストガリとか担ぎ技とか狙うんですけどね、もう少し大内刈りとかですね、支え釣り込み足で1回崩してそれから入ればもっと効果があるんですけどね、どうしても単調になってしまってるんですね。右からの大外大内を持っている今野です。左側です。日本に最初の金メダルをと今野頑張っています。まあ、どうしてもですね、手足が長いもんですから、深く入れないんですね。あのもう一回ですね、下から持ち直してそれから足技を使って担ぎ技とかですね、大内刈りなりに入っていけばいいんですけどね。まあ、ちょっと小内見せてましたね。しかし相手はそのすくい投げ手で持って作ってきますからね。日本人でしたらですね、あそこまで届かないんですね。それは簡単にあのもうすくい投げに持っていけるんですね。日本のコーチ陣、95キロ超級の決勝です。しかしポーランドの柔道というのもこれだけ力つけてきてるんですね。もう今あの唯一メダル取ったんですけどね、もうかなりその強化されてますね。すぐ足を狙ってきます。左からのすくいです。大外行きますがこれも返される、ちょっと心配があります。確かにもうちょっとあの小内とかで足を狙いたいですね。まあ、相手背が高いんですからね、低く小内刈りとか入ったらですね、効果あるんですよね。おっと止め、踏み返しですね。踏み返しですね。器用なことしますね。まあ、外人のですね、重量級の場合よくやるんですよね。特にソ連の選手や東欧圏の選手がですね、あのかなりやるんですよね。ちょっとスローで見ていただきます。一回内股かけるふりして、うん、これで積み返しなんですね。足が長いからよく効くんですね。そうですか。まあ、この対策をですね、かなりやっていったんですけど、どうしてもやっぱ試合で引っかかってしまうんですね。なるほど。ちょっとコーチの顔にもやられたなという雰囲気が出てます。もうあとは完全に相手守りますからね。まあ、2回目はかからないんですよね。1回もこう対策をやっていってるんですけど、かからないことはかからないんですけど、1発目を食ってしまったらダメなんですね。まあ、ちょっとこの技あり取られてるところ、逆転は非常にね、難しいですね。1本取れる仕方ないですよね。この守り方もうまいんですよね。外人の場合はもうポイント取ったらかけるふりをしながらですね、もう徹底的に守ってきますからね。この長身のポーランドのクバッキ、
長い手でもってすぐすくい技に来ます。まあ、今度もですね、受けの強い選手なんですね。まあ、いいとこ担ぐんですけどね、もう一つですね。まあ、日本の選手でしたらですね、あのくらい入られたら持っていかれてしまうんですね、今度の技で。でそれを簡単に残してしまうんですね。技ありと効果を取っています。ポーランドのクバッキ、去年のフランス国際ジニアで優勝しています。ちょっと今度の攻め手がなくなってきました。場外です。足が出てますね。場外ですね。まあ、ああいうのをですね、ああいうふうに動きながらかけていったら、まあ、一本取れる可能性もあるんですけどね、どうしても単調になってますからなかなか取れないですね。今見せたあの小内からのね、変化技ですね。まあ、ああいうのをどんどんやっていったらいいんですけどね。相当腰を引いてます、ポーランドのクバッキ。もう全然攻めなくなってきましたね。もう完全な守りですね。あと24秒です。リニア大会は試合時間は5分です。すでに4分40秒経過しています。もうこうなったら今度は捨て身の一発ですね。ああ、もう OK です。これでポーランドが初優勝、クバッキが優勝です。今度は残念ながら銀メダルです。あの試合中にスローを見ていただいたんですが、本当にちょっとこう杉選手のね、足をかけて止め気味に来たあの技ですね。あの技効きますね。まあ、今から重量級の選手は一番注意しないといけない技ですね。本当にこれだけの長身ですからね、行かないっていう感じなんですね。普通だったら行きそうもないんですけど、あれは長い足でバンと跳ねられてしまうんですね。今の順は残念ながら銀メダルです。日本まだ金が取れません。そして今度は95キロ級筑波大学2年生の児玉敦史三段が出ています。2回戦から出場しました児玉はブラジルのワグナーに優勢勝ちして3回戦に進出しています。3回戦はルクセンブルグのミューラー、617番のゼッケンです。このミューラーも調子に、おっと内股一本、今のはうまく入りましたね。入りましたね。まあ、持ち際にですね、相手が持たせたところをうまく下からすくい上げて跳ねましたね。持った瞬間ですね、やっぱりいいとこ持った時にですね、すかさずかける技というのは効果あるんですね。あ、見事でした。まあ、特に外人の場合少し地ごたえになりますからね、一番内股に取りやすいタイプですね。またうまく跳ね上げましたね。ズドンですね。まあ、完全な一本ですね。もう投げられた方がもう唖然としますね。本当に右を組んだ瞬間だったですね。その児玉なんですが、準決勝はキューバのサルガドの背負い投げで技ありを取られまして、残念ながら決勝進出はなりませんでした。3位決定戦です。東ドイツのガイスラーと対戦しています。今飛び関節を狙ったんですけどね、まあ、外人の場合も関節技というのはですね、ものすごく研究してましてですね、まあ、全然関節技は引っかからないですね。あ、そうですか。やはり児玉としては先ほど見せたあの得意の内股ね、まあ、内股とかですね、担ぎ技とかをですね、どんどん出していかないと非常に苦しいですね。大阪の大阪工大附属高校を出て筑波大学の2年生です。このクラスとしては小柄ですよね。あ、1階級ですね、86キロから上げた選手なんですね。あ、そうですか。で、まあ、内股とかですね、まあ、寝技とかやるんですけどね、まあ、特に関節技はうまいんですけど、なかなかやっぱり外人の場合、まあ、先ほども言いましたように、もう研究進んでますから取れないですね。早いところからポイント欲しいですね。先にですね、やっぱりポイントを稼いで、それから1本狙っていった方がいいですね。外人選手の場合にはもう効果でも1つ取ったら本当に逃げがうまいですからね。もうルールをですね、もう悪用すれすれのところでですね、もう
勝負してきますからね。勝ってきます。まあ、今みたいにうかつに出たらですね、担ぎにも来るしですね、足も取るし、まあ、油断できないですね。まあ、柔道的にはですね、まあ、日本選手の方が全然上なんですけどね、やっぱしこの試合の組み方、あのルールをですね、うまく使った試合の組み方というのはやっぱり外人の方がうまいですね。その辺は本当に研究してますね。むしろその技のですね、まあ、習得よりそちらの方に重点を置いてますですね。効果的な技はまだ出ていません。ガイスラもちょっと足を狙ってきますね。足を取ったりですね、そういうのはもう外人の選手ほとんどやりますからね。おっと姿勢を行きます。長身なんですがこの担ぎもあるんですよね。あの担ぎ技ですね、まあ、ほとんどですね効果ないんですけどね、まあ、力が強いもんですからね、最後の決めだけでひっくり返されて効果取られるということがあるんですね。児玉としてはですね、今みたいに引きずり回すか、あるいはその足技から変化していくかでないと取れないですね。とても行きますが、これもちょっと不十分です。それがあの代表決定戦でこの友井見せましたよね。まあ、友井からですね、寝技に引き込むっていうのがないんですけどね。先制攻撃の欲しい日本の児玉です。まあ、今の内股もですね、まあ、もう釣り手を離したままかけてしまったんですね。こういう時あの逆取られますから危ないですよね。もう刀剣の連中は逆取るのうまいですからね。もう関節技はですね、まあ、日本の数倍進歩してますね。いろんなとこから取っていきますからね。足が長いもんですからね、あれに絡まれてさっと抜かれてしまうんですね。あっと危ない、体が浮き上がりました。今の小外、今外人の選手はですね、この後半になってやっぱ試合 の、あの印象をですね、良くしようと思って必死で攻めるんですよね。まあ、旗の判定なんですよね。ます最後本当にあと10秒というところが、ガイスラーうまく攻めてますがどうでしょうか。赤い旗です、ガイスラーです。残念ながら日本の児玉メダルを取ることができません。そしてこの95キロ級の決勝戦です。キューバのサルガドとソビエトのペチロワです。ペチロフはなかなか長身です。キューバの柔道が久しぶりに復活してきましたね。キューバもですね、一時落ち込んでたんですけどね、まあ、最近ジュニアの大会でもですね、銀メダル2つ取りましたしですね、かなり力をつけてきます。ソビエトのペチロフ、637番がソビエトのペチロフです。おっと関節決めてきましたかね。関節ですね。十字狙ってるんですけど、もうサルガド力強いんですね。あれでがんあの腕を組んでですね、あれで頑張れ、なかなか頑張れないんですけどね、あれで完全に頑張ってるんですね。しかしこうなるとソビエトの選手は強いですからね。これからないですよ、もう力強いしですね。ペチノフが腕ひしぎに入ってます。外決まってきたようです。あれで取れないんですよ。あの背筋力ものすごくあるのにですね、両手組んだまま防御してるんですからね。辛抱ですね。しかしあまり頑張ると腕が折れます。取れましたね。これはダメですな。諦めました。ソビエトのペチロフ、腕引きに十字固めです。95キロ級の優勝です。このペチロフもですね、なかなかいい選手でですね、まあ、このあと 2,3 年後の世界大会には出てくるでしょうね。そうでしょうね。力も強いですもんね。
特に寝技がいいですね。見事に優勝したテチロフです。相手の関節を決めてきます。さて日本は60キロ級に野口仁選手が出ています。実はこのスタジオに野口選手に来てもらっています。京都産業大学の3年生です。野口選手は京都で生まれ京都で育っています。1回戦に西ドイツのハベルコストと対戦しています。野口さん、はい、この国際試合は初めてなんでしょ。はい。1回戦どうでした。やはり初戦ということで少し緊張しました。ゼッケン128番の野口仁、今日はこのスタジオで自分の技を見ています。顔が見えています。野口さん思い切り動いてるじゃないですか。はい。解説の上村さん、このハベルコストというのはどういう選手なんですか。持ち手がうるさい選手なんですよね。持ち手がね、技はそう切れる選手じゃないんですけどね、ガチャ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 、もう足取ったりですね、後ろについたきたりする選手なんですよね。おっと打ち分けますが、まあ、野口もですね、相手のペースにはまってはいけないんですよね。どちらかというと足技から内股とかですね、そういう技で崩していったわけですね。白い帯の野口です。特にこういううるさい選手の場合は早くポイント取らないと大変なんですね。そうですか。あ、右取りました。この格好になれば内股いきましたね、野口さん。はい、これ技ありに形成されるんですか。あ、そうですか。一本じゃないんですね、はい、技ありですか。あ、でも強引が上がってます ね、やっぱあんだけ上がったら一本立ちんですよね。この支え釣り込み足がですね、技ありになって合わせ技一本なんですね。合わせて一本ですね、しかしあの最初の内股見事でしたね。若干ですね、相手の背中がですね、返ってなかったということで、技ありに引き付かれるんですね。合わせ技でもって見事に2回戦進出の野口選手ですが、野口さんね、あの最初の内股もう一遍ちょっと見たいんですがね、はい、自分で説明してくださいよ。やっとこの受け入れ取れましたね。はい、相手が後ろに回ってきましたので、今だと思ってかけた。今だと、はい、この瞬間ですね。はあ、はあ、ご覧の通り技ありで合わせて一本になりました。さて2回戦はブラジルの日系の山崎と対戦です。大石さん、これはちょっと長い試合になりましたね。はい、少し相手力が強かったのでやりにくかったです。向こうがあの寝技に誘ってくる場面がありましたね。はい、先ほどですね、野口がの時に主審をやったあの山崎さんの息子なんですね、これ。あ、そうですか。ブラジルで柔道のコーチをしている山崎さんの息子さん、日系の山崎選手です。それだけに日本の柔道もよく知ってるんでしょうね。そうですね。でこの時野口がですね、場外注意を取られたんですね。本当だったら場外注意じゃないのをですね、もう審判がもうそういう見方しましてですね。おっと、寝技行こうとしてます。これは関節行ったんですか、野口さん。いえ、抑え込み横四方に、はい、あ、行きましたね、横四方ですね。上潮がためですね。上に行ってますか。ああ、なるほど。今横潮に変化ですね。これはですね、腕を決めてるからですね、相手逃げれないですね。完全に腕と肩を制してますから。野口さん、この時もうちょっと余裕ありそうじゃないですか。はい、相手だいぶ疲れてましたので、もう大丈夫だなと。はい。ああ、なりました。30秒です。見事に横四方固めで1本取りました。4分48秒ですか。随分長い試合だったね。はい。3回戦はスイスのカステチャを攻めまくって有効3を取りまして優勢勝ちしています。そしていよいよ準決勝です。韓国のユン・ジンファー、
上村さん、野口君のいいところはこの足技でパッパッと攻めていきますね。そうですね、この足小内刈りから攻めてですね、それから内股に変化できる、まあ、ちっちゃいながらもですね、背負い投げより内股、跳ね技を得意するのが特徴なんですね。ですから攻めが多彩ですよね。そうですね、いろんな変化ができますしですね、まあ、寝技もやれますし、まあ、あの後ろについたらですね、コストとかですね、そういう技もできますしですね。野口さん見てますと、韓国のユンも随分あの背負いに来ますね。はい、どんどん前に出てくるタイプですので、先に自分がポイント取ろうと思いました。おっと、内刈り、これは取ってくれましたかね。有効ですか。有効ですね。有効ですね。まあ、今あとあの相手がですね、後ろ下がるところを引っ掛けたんですね。足技を持っている人って強いですね。やっぱ特に外人とやる場合ですね、足技有効ですからね。上半身に力が入ってますから、足を刈られると弱いですね。おお、大内君力も強いですね。有効を捉えているだけに、韓国のユンバなんとか背負いたいところです。まあ、返していきます。この組むところをさっと返すのもうまいですね。あの持ち際のですね、内股とかですね、小内刈りとかかけれますから。さあ、これで野口選手決勝進出となります。ニコッと笑うかと思ったんですけど、野口さん随分まだ神妙な顔してますね。まだ決勝が残ってますからね。決勝がね、まだ力抜けないです。そしてその決勝の相手は北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国のリ・クアンです。赤い帯の方が北朝鮮のリ、日本の野口、白い帯です。60キロ級の決勝戦、この人も組手のうるさい人ですね。あのなかなかうまい選手だったんですよ。あの左組でですね、まあ、いろんな技もかけるしですね、ここにあの内股をかけていくのは鋭いですね。まあ、今のはうまく透かしましたね。透かしましたね。野口の場合バランスがいいからですね、あの内股食わないんですよね。あの変形になったところちょっと追っかけをすると内股に来るんですよね。野口選手だいぶあれですか、バネがあるんですか、相手のリは。はい、あのずっと一本勝ちで上がってきてましたので、ええ、やはりあの内股は外を警戒した。はい、この組手争いがずいぶんうるさかったですね。はい、やっぱり喧嘩四ですので、はい、先にいいところも。これはどうですか、効果取ってもらえませんかね。あ、これは腹ばいに落ちた場合はですね、以前はあのこれは効果取ったんですね。あの、まあ、ルール変わりましてですね、腹ばいに落ちた場合は効果じゃないっていうことになりました。あ、そうですか。だから尻餅をつくとかですね、そういうのないと効果ならないですね。逆に内までいきます。もう見てると本当にはっきりとポイントはパッパッと取ってますね。あの確実にですね、効果にはなってませんけどね、あの決めがうまいですよ。あの相手がもうちょっとでも変な技来たらですね、透かしたりですね、それを返したりしてますから、できたらもう少しですね、積極的に前に出て攻めてほしかったですね。その辺野口選手どうですか、自分では。はい、自分では積極的に行こうと思うんですが、やっぱり相手組手がうまいですから、ちょっと見てると単調だね、攻め方がね。はい、あの2回戦準決勝のようなね、まあ、どうしても決勝戦になりますからね、安全圏取りたくなるんですよね。まだあの連携のあるプレーが出てませんね。小内から内股とかですね。
上になっている方が北朝鮮の李です。日本の野口、60キロ級の金メダルを争っています。電光板の方はすでにもう1分割ってます。突き落とすようにして攻めている野口です。まあ、我々が審判の立場でこう数字つけていけば相当ポイントはね、そうですね、まあリードしてますね。ポイント的にはですね全然問題ないんですけどね。内股いきます。野口今のと内股から足取ってるんですけどね、うん、もう特にこの外国で試合やる場合はですね、はっきりした表示をしてなかったらですね、もう旗の判定だとどちらに上がるかわからないんですよね。あ、そうですか。釣れましたね。今時計がちょっと見えました。残り時間はもうあと25秒です。自分で見てみもうハラハラするんじゃない。はい、実際には自分はどんな、もう必死だった。はい、もう攻めることばかり考えてるんです。あと20秒割ってます。この辺りあの残りが短くなると外人選手はね、そうですね、もう積極的に攻めてきますからね。まあ、特にですね、まあ、相手の場合はもう取られてるという気がありますからね、もうこれ石か橋かをかけてきますから。野口は右で襟を取りたいところです。李の方は左、あー笛です。さあどうでしょう。あ、今野口君手を挙げてます。まあ、自信あった。はい、自分では勝ったと思います。勝ったと思う、はい。さあどうでしょう。旗です。白い旗ならば日本の野口です。赤でしょうか白でしょうか。副審の2人の旗、何とも言えぬ気持ちですね。こういう時もうこういう時ですね、待って、自分らしてはですね、もう勝ってると思っててもですね、旗がどちらに上がるかというのはもう最後までわからないものですからね。さあ旗です。赤い旗が出てます。それで身が白です。さあ主審の判定になります。今赤白上がって主審は野口へと。野口を、あの試合でもですね赤白が上がるんですね。だから怖いんですね。その時主審がですね右手を上げてしまったらもう負けになりますからね。そうですね。どうでした野口君。やはり勝ってホッとしました。ホッとした、うん、でもまだ本当に笑顔出てませんね。失礼します。日本の野口仁、見事に60キロ級で金メダルを取ってくれました。スタジオではにっこり笑いながら見てくれています。さて今度は65キロ級です。このクラスには東海大学2年生の大熊雅彦二段が出ています。岐阜の大垣高校を出まして東海大学に進んでいます。この大会にも岡田選手が出てますよね。大垣高校からは。そうですね、同級生ですね。高校の対戦相手はポルトガルのアルメーダです。得意の大外刈りが今日は冴えていまして、1回戦ファーガン、2回戦スイスのハンハルト、いずれも大外刈りで1本取っています。この外です。うまいですね。今相手が場外に詰まったところをですね、うまくもう足踏ま気味にですね引っ掛けて投げましたね。見ていただきます。今追い込んで引っ掛けて、ま、足踏まに取った方がいいでしょうね。あ、最後ね。あ、本当だ。相手が頑張るところをなんか足車にかけたわけですね。相手が詰まったところですね。そしていよいよ決勝です。フランスのカラベッタと対戦します。もうこのカラベッタはですね、ずっともう試合の組み方だけで勝ってきたんですよね。もう試合の組み方は確かにうまいですね。まあ、審判にアピールする技とかですね、まあ、決してその相手を一本取る技ではないんですけどね。それと5分間も終始動きますね。
あのヨーロッパのですねジュニアのチャンピオンらしいですけどね。あ、そうですか。それだけに関根監督を中心に日本のコーチ陣かなり声をかけてます。228番が日本の大熊雅彦です。大熊もですねここで相手と同じペースで試合してはいけないんですね、まあ、きちっと組んだら姿勢のいい技のいいものを持っている選手ですからね。だからきちっと組んでそれから大内刈りなりそれから大外刈りなりっていうのを攻めてた方がいいですね、うんうん、しかしそのあたりはこのカラベッタはうまいですね。うまいですね、まあ、大熊に十分な体勢させないですよね。左手をなかなか持たせませんね。赤い帯がフランスのカラベッタです。うん、踏ん張り合います。内股に来るところ突こうとする大熊です。あ、力そのものからいったら大熊選手のがもう全然上なんですけどね、まあ、大熊はですね1年生で、まあ、学生チャンピオンにもなってるし、はい、ジュニアのチャンピオンにもなってますからね。背中の大熊です。相手がもうすぐ変形になるんですね。これからオーストラリアにはちょっといけない。いけませんね。あれだけ低い格好で足取りに来てますからね、うん、やっぱり一回引きずり回すなりですね、一回ああいう姿勢でしたら前に引いてですねそれからあの大内刈りなりオーストラリアに入った方がいいですね、まあ、相手が完全に防御しているところにかけるから効果ないんですね。あ、ちょっと今上村さん声かけてですね、なんか左手もう肩襟持たないでですね、あのちゃんと襟を持てと言ったんですね、うん、で今ですね、ここで、肩襟指導を取られたんです。あ、そうですか、で副審が2人出てきましてですね、いやそれは指導じゃないって言ってるんですね。肩襟も攻めてればいいわけですね、あの国際ルールの場合ですね、肩襟を持って守ったらいけないというのがあったんですね、あ、今からそれを、それはもうなしになりました。なしになったんですね。まだいずれもポイントありません。赤い帯がフランスのカラベッタです。まあ、観客もよく知ってましてですね、あのもうそれは取っちゃいけないんだという時はアピールするんですね、まあ、ブーイングが起こったりですねいろいろするんですけどね。残りがすでに50秒割ってます。もうあとはですねもう審判にアピールする技だけなんですよね。残り時間があと36秒、どうしても左が取れませんもんね。もたさないですね。右の引き手の方を取りましたが、外国行くとこういう柔道されるんですよね。まあ、特にですねフランスが1個もメダルを取ってないんですよね。だからこれに唯一ですね、まあ、メダルを期待をかけてたんですけどねフランスチームとしては。さあどうでしょう。手を挙げているのはフランスのカラベッタの方ですがそれほど差はありません。判定はどうでしょうか。この画面も見ていても分かんないんですが今フランスです。今赤白上がったんです。で主審の判定で、判定で、カラベッタ本当に僅差です。フランスのカラベッタの優勝です。残念そうな日本の大熊雅彦です。ちょっとお客さん怒ってるような声がかかりますね。怒ってるんですね。だから大熊がですね表彰台に2位に上がった時に優勝したカラベッタより拍手も多かったし、もう大熊コールが起こったんですね。あ、ちょっと涙ぐんでますね。こちらは優勝したフランスのカラベッタです。唯一のメダルがフランスとしては金になったわけですね。明暗が分かれます。ちょっと今涙ぐんでましたがこの涙をねやはり次の大会に勝つようにね。そうですね、次の世界選手権とかそういうのに向かってほしいですね。そうですね。さてお待ちかね71キロ級には日本の古賀稔彦選手が出場します。その古賀選手にスタジオに来てもらっています。古賀さん、あの1回戦ちょっと苦労しましたね。はい、やはり1回戦韓国ということで、ちょっと慎重に行き過ぎて自分の技は出せなかったんですけど、優勢勝ちして過去を破った2回戦です。これは北朝鮮のリ・チャンスと戦っています。
朝鮮民主主義人民共和国の李選手です。まだちょっとこの選手自分のタックルになってませんね。はい、相手が左ということもありまして、ちょっと自分のタックルにはなれなかったんですけど、この場合ちょっとあの足を狙うようなことはできませんでした。そうですね、あのコーチを狙いたかったんですけど、相手が左なもんで、うん、ちょっと足を引かれる恐れがあるんで、はい、まだちょっとサヨナラ通してますからね、慎重なんでしょう。2回戦の相手は北朝鮮のリ・チャンスです。徐々に自分のペースに持っていこうとします。お、横四方に行きましたね。はい、有効を取っての今度は横四方です。上に出ているのは残りのタイムです。古賀選手、もうこの時はもうちょっと入ってるんですね。はい、もう相手もスタミナをなくしてまして、力は入れてなかったもんで。ああ、もうランプが広がっていきます。30秒です。あ、見事に横四方で抑えました。しかし上村さん、まだ古賀選手のまだいいとこは出てないですね。出てませんね。それから小内刈りから背負い投げとかですね、ああそういうまあ連携が出るようになったらですね、まあ、本当の彼のパターンなんですけどね。古賀さん、どうですか今自分の2試合見てね。そうですね、いろんな相手がこれから出てきますんで、うん、もうちょっと練習をしなきゃいけないなと思って、うん、思ってるところ、はい、で今あの上村さんからちょっとこう連携のね、はい、あのやっぱ足技なんか欲しいなという話が出ましたけどもね、はい、自分ではどうだったんですか。やはり自分のビデオを見てですね、やっぱその通りだなと、はい、いずれにしてもなかなかあの組み手にさせてくれませんもんね。そうですね、やはり自分が背負いかけるっていうことを知ってますから、なかなか引き手を持たせなくて。上村さん、そうなんでしょうね。やっぱり相手も相当研究してきて、うん、相手もですね、まあ、あの古賀っていうのはやっぱ世界的に名前売れてきましたからですね、まあ、もうみんな引き手を持たさなかったりですね、極端に左変形になってきたりしてですね、まあ、防御してますね、うん、まあ、それだけ苦労しただけに古賀選手、その後のね、背負い投げの連続をね、一つ自分でも見てください。これは3回戦です。地元イタリアのピエロと対戦してます。今の小内刈りが出るようになると、まあ、いいパターンになってくるんですね。しかし、まあ、地元だけにピエロにもすごい声援ですね。古賀のいいところはですね、こういう声援に惑わされないんですね。もう常に常にやっぱり積極的に攻めてますから、もうああいうそのわーって言われてもですね、動揺しないです。小学校1年生の時からこの柔道を始めています。得意は右の背負いです。左の引き手取った。徐々に古賀選手の格好になってきています。さあ背負う一本、どうですか古賀選手。タイミングは良かったっていう感じですね、まあ、いつの間にか体が動いてしまったって感じです。随分高い姿勢で背負いましたね。やはり自分の場合はああいう背負い投げをやってますんで、はあはあ、自分でちょっとね説明してくださいよ。はい、じゃあ引き手から先に取りって、引き手取りましたね、はい、そして相手が取りに来たとこ、まあ背負い投げ入れたって感じ。ああ、随分高い姿勢ですね。山田さん出ましたね。うん、まあ、これが出てくればですね、まあ、あとは楽になってくると思いますけどね。そして準決勝はブラジルのコニシと対戦します。ブラジルのジュニアチャンピオンです。やはり日系ですから。さあ背負った、おっと頭から落ちる感じです。一本です。いやーすごい。古賀選手、はい、この時自分の頭ついてますか。いや自分ではよくわかんないんですけども、ドーン、ついてますね。ついてますね。すごい決めですよね。あ、まあ、足腰がいいからあそこまで持っていけるんですけどね。最後引きでぐーっと引っ張った感じでしたね。そしていよいよ決勝です。
ソビエトのザハルキンと対戦します。この長身のザハルキンです。古賀選手が1メートル68センチでした。そうです。向こうは15センチくらい大きいんだよ。75ぐらい。75ぐらい。今の聞いてはいけないですね。まあ、国内だったりされてますけど、国際大会だったら反則取られてもおかしくないですね。文句言えない。赤い帯の古賀が攻めます。ザハルキンも警戒してますね。うん、もう背負い投げは見てますからね。完全に持たさないでですね、まあ、いい勝負に持ち込もう、旗の判定に持ち込もうとしてますね。ザハルキンにも大外刈り払い腰があります。あの長身ですからね、ちょっと乗っかったら危ないですよね。なかなかですね、今2回背負い投げ入りましたよね。もう手足が長いし、もう背が高いからですね、引っかからないんですね。古賀選手、この時はどう背負うかってそのことばかり考えてた。いや、その前に、小内のからの連携を使うようにということで、だから初めに小内でポイントを取ってから攻めようと。なるほど。じゃあ足見てましょう。やっぱり右足飛んでますね。あれやっぱ小内狙いってるのね。おっと、ちょっとひょいます。しかしもう完全にソビエトのザハルキンは腰引いてますね。完全に防御の姿勢ですね。こういう場合に驚異的な指導とかそういうの取られないのかな。意外とですね、日本選手とやる外人の場合は取られないですね。日本選手があれをやったら一発取られてしまうんですけどね。そうですか。古賀選手の足を見てください。やはり相当狙ってます。おっと、強いに行きます。まあ、やはりザハルキンとしてはこの寝技に行きたいんでしょうね。違う、寝技をやってもですね、古賀の方が上です。そうですか。ただ関節だけはですね、どうしても注意しないといけないですね。この辺を上村、そして南両コーチが声をかけてます。71キロ級の決勝です。おっと、小内、今どうですか。いいとこ入ってますね。相手が背負い投げを怖がっているところで効果です。効果取りました。場内アナウンス、効果と声がかかっています。この小内が出るようになると小川のペースになってきます。やっぱりこの小内に行くと相手のこの引いてばっかりいられなくなってくるんでしょうね。そうですね、やはり腰を引かなくなってきますので、背負いをかけやすくなる。そろそろ体がこう自然体になってきましたもんね。ローマで行われている世界ジュニア柔道選手権大会です。あ、強いに行きます。もう一回、もう一回いった。強い、一本。うわ、これはお見事です。日本に2つ目の金メダルです。小川さん、自分でちょっと言ってください。そうですね、1点目はちょっと不十分だったんですね。はい、場外近いってことで、まず腹心を見てですね、腹心が場内ってことで、主審を見て1本にしてくれたんで、はっていきました。はい、2つ目の金メダルです。上村さん、スローが出ますのでね、古賀選手のその背負いについてちょっと紹介してほしいんですがね。最近ですね、低い背負いが主流になってきてるんですけどね、まあ、こういう高い背負いっていうのはですね、いろんな変化もできるしですね、連携技も効くんですね。で、1回入っても足腰がいいもんですからね、これから担ぎ上げて完全に決めていくと、まあ、なかなか最近見られない高い背負いですけどね。よく担いでますね。で、最後の決めもいいし。最後ズドンでしたね。古賀選手、本当におめでとうございました。ありがとうございます。いいプレーだったですな。もう最後本当に、なんか相手のね、股の中に足突っ込んでいくような感じでしたね。はい、お見事でした。まあ、こうやって日本は2つの金メダルを取っております。解説は上村春樹さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。世界柔道選手権ジュニア大会、この辺でお別れいたします。